はい、今日はねちょっとたまたま通ることになったので、国道18号線のね薄いバイパスから、軽井沢バス事故現場付近ぐらいまでをちょっとやろうと思います。いつもそのカメラ系の動画を楽しんでくださっている視聴者の方とかは、スルーしちゃっていいと思います。同じような、ね、動画を、上げてる人多分たくさんいると思うんですけど、見てないから分かんないけどたくさんいると思うんですけども、大型トラック乗りの、視点からね、解説を加えていこうと思います。現在ね、JR の横川駅付近ですね。これ横川駅から先も以前はその鉄道が通ってたんですけども、上信って長野新幹線ができてここまでになっちゃったんですね。で今ここには鉄道文化村だったっけ、鉄道関係のなんか公園みたいなのができてますね。外からもちらっと見えますけどね、機関車とか、車両とか置いてあるけど結構ねボロボロになってるやつが多いですね。もったいないような気もしますが、でここがね、左に行くと、旧薄い峠、旧道ですね。で右に行くと薄いバイパスになります。私は薄い峠、旧道の方はね通ったことがないです。トラックで行くような道路じゃないと思うんで、で、新道の方行く、言うたら旧道はね結構有名な走り屋さんとかも走ってたような、道路になりますね。薄いバイパスの方なんですけども、私バイクとかも乗るんですけど、バイクで走るにはそこまで楽しい道でもないかもしれないです。で、トラックで走るのもそんなに楽しくないです。坂がきついんでね。ここから先はちょっとあんまり喋らないと思いますが、もし退屈だったら音楽でも聴きながら見ていただければと思いますし、事故現場付近ね、そのバス事故が起きてから今まで随分変わってます。でバス事故現場付近だけ見たいっていう人はね、最後の3分ぐらいから見たらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、のんびり走っていきます。
に見えてる橋はね、上信越自動車道高速道路ですね。
今はまあ積み荷が軽いんでいいんですけど、一度ね飲料飲み物ね飲料を積んで、ここ超えたんですけど、もう12トン積んだら全然登らないです。もう二度とね重荷で この道を通るのはやめようと。今日はね荷物が軽いんで通ってますけど、まあ、うちの会社実はね高速全線高速 OK の会社なんですけど、まあ気分転換にね走ってます。すぐ近くで積んだんで、まあ松井田病院から上乗ってもよかったんですけども、たまには下走っても面白いなと。
緩くなりました。長野県に入っていきます。で、あのバス事故の時緩やかな下り坂っていう報道が出ましたけど、全然緩やかじゃないです。これ 8% の下り勾配になりますね。全開で排気ブレーキかけていかないと、もう荷物が重かったりするとピュンピュンスピードが出ます。あの乗用車と違ってね、大型車は重量がありますので、ピュンピュンスピードが出ます。今 5% ですね。5% でも急勾配ですからね。でここからつづら折りのカーブになっていくんですけど、この先かな、あもう一丁先か、壁ができちゃっています。もうね、あの落ちようにも落ちない、落ちれないようになってますね。でここで峠が終わるんです。つまりね、このバスの事故現場ね、実はこれ最終コーナーなんですよ。あのもう一個上がりきってたらね、クリアしてたんですね。あの本当にね、残念だと思います。その多分ね、もうブレーキが焼けてたと思うんですね。排気ブレーキに入れ損なったんではないかと。で入れ損なったらなんか入れにくい、ミッションらしいですね。ニュートラルになっちゃうのかな。であんな坂をね、ニュートラルでね、ブレーキだけでね下ったらね、もう多分ね30秒もかかんないに大型車ですからブレーキ焼けてしまいます。でもうその操作に慣れてなかったっていうのもあるんですけども、僕が思うのはね、やっぱそのここをね、その観光バスが通ること自体がね、ちょっと問題なのではないかなって。まあそれはここを通るのが仕方ない、近所に観光するのが目的なんだったらしょうがないですけど、バスツアー全然関係ないとこなんで、ここはやはりね高速で通るべきだと思うんですね。で
何が問題なのかっつうと、やっぱ運賃が安いのが全て問題だと思います。これトラックも一緒なんですけどね、運賃が安いことによって高速道路を通れない、通れないから、その、まあ、トラックだったら荷物が破損したり、まあ事故したり、まあバスの場合もそうですけど事故して死者が出たりするわけなんですよ。で最低運賃っていう法律があるんですけど、最低運賃に罰則がないんですね。守る必要がないという、僕はこの辺から、ちょっと変えていったら、そのちょっとでもね、その悲惨な事故を防げるんではないかと思います。どうしてもねコストを考えて、運送会社走りますので、まあ、うちの会社はね別にここ通んなくていいよと、高速走っていいよっていうことになってますけど、まあちょっと通ってみて、皆さん考え、まあ皆さんねいろんな意見があるとは思いますけど、考えていただければと思います。最後にちょっと、この峠でね亡くなった方のご冥福を祈って、この動画を終わりにします。それでは、カメラ関係の動画またちょっとしたらアップしますので、お待ちいただけますでしょうか。それではまたよろしくです。